はい。遺産再適格基礎論の6回目の授業の補足を今から始めていきます。第6回目ではグラフの積と順動形という話をしていまして、グラフに対する演算をいくつか考えていました。で、特にこの補足では、まずこの累乗の部分ですね、の、残っていた証明の部分をやるということと、情報的なグラフという話を、補足として取り上げていきたいと思います。それでこちらがグラフの累乗の定義でした。ちょっと書き込みがあって見にくいですけども、見ていただきたいのはこの定義ここですね。有効グラフに対して定義をしていて、無効グラフの場合は有効グラフとみなして考えるんですけども、H の G 乗といったらこのような焦点集合と個集合を持つようなグラフということになりました。で、頂点は何かというと、G の頂点集合から H の頂点集合への写像を全部持ってきます。はい。で、個はいつ作られるのかというと、その φ から ψ という写像に個ができるのは、uv が g の個であるならば、φu ψv が h の個であるという条件を出す場合です。はい。で、これが定義であって、で、この定義に従っていろんなことを考えていくということになります。それで、初めに、挙げた性質はこのグラフの指数法則ですね。H の G プラス F 乗というのは、H の G 乗かける H の F 乗と同型であるということです。で、もう一つ、H の G かける F 乗というのは、H の G 乗の F 乗。証明書いてありますので、ご覧ください。はい。で、今からご紹介しているのはこれですね。H から H の G 乗へ順応形がある。ということと、G から H の G 乗へ、あ、すいません。G かける H の G 乗から H に順動形があるということを見ていきます。で、これを順番に証明していきます。はい。じゃまずその H から H の G 乗に、向かって順動形写像を作っています。で、実際にここにこの作り方があります。このように作ると、必ずできます。で、どういう形かというと、H の頂点を H の G 乗の頂点に移すので、で、H の G 乗の、まず、そもそも、今何を言ってるかというと、ここで、これ定義してるんですけども、まずこれ FU というのがあります。だから F になんかこの、ですね、H の頂点 U というのを入れると、U に対して FU というのができます。ですね。で、U は H の頂点なんですけども、FU っていうのは、H の G 乗の頂点になるわけです。だから FU っていうのは、これは写像なんですね。G の頂点集合から H の頂点集合に向かって写像になるわけです。いいですか？だから、この写像っていうのは G の頂点を、G、すいません。G の頂点を入れると H の頂点が返ってくるって、そういう写像があるんですね。で、その G の頂点を V とすると、昨日その FU に V を入れたら何ができるかということを考えます。で、FU に V を入れたら U ができるようにしましょうっていうふうに定義します。だから FU をそのように定義します。FU という写像を、G の頂点 V を入れたら U が返ってくる写像として定義してる。いいですか？で、そのように F を定義します。ですから、ややこしいかもしれませんけども、これでちゃんと、この H の頂点集合から H の G 乗の頂点集合への写像 F が定義されるわけです。いいですか？あ、この FU が、もう一度言うと、FU は G から H の頂点、G の頂点集合から H の頂点集合への写像です。FU がですよ。それはちょっと気をつけてください。はい。で、この if が実際にこの h から h の g 乗への順動形であるということを証明します。だからそのために何すればいいかというと、h の項を持ってきて、それがこの if によって h の g 乗の項に移るということを言えばいいわけです。ですね。だから、h の項として uu プライムって取ってきます。ですね。で、それを移した先、fu と fu プライムが h の g 乗の項であるということを、言います。はい。で、そうすると、今ですね、じゃあこの結論ですね。FU プライムズが H の G 乗の個である。これは定義はどういうふうに定義していたかってことを、つまりその H の G 乗の個集合をどのように定義していたかってことを思い出すんですね。で、そうすると、FU プライムがこれの個であるというのはどういう時だったかというと、
これは何かというと、G の項を持ってきます。ですね。V、V プライムって G の項を持ってきます。で、G の項、V、V プライムが G の項であったら、それを移した先ですね。ちょっと待ってください。だから、先ちょっと困ってた。先ほどの書き方をまずそのままちゃんと書いておいてですね。そのまま先ほどの書き方をそのまま書きましょう。先ほどというのは定義ですね。定義に書いてあった、この書き方をそのまま書きましょう。そのまま書きましょう。だから、この、ファイとプサイという形で書きましょう。はい。で、ファイとプサイという形で書くと、どうなるかっていうと、ファイとプサイで書かれてるんですね。じゃあ書かないですね。V、V プライム ですね。すいません。だから今、ちょっと、定義を見ただけで、それで思い出すんですが、これならば、FU、V と FU、V プライムっていうのが、すいませんね。V、V プライムって、ね、上と合ってないんで、ちょっと、あ、合ってますよね。上と合ってるから、ね、こうですね。これが、H の、ここであると。いうことが言えればいいですね。だから先ほどのその定義のところで言うと、FU が、ファイに対応していて、FU プライムがプサイに対応している。こういう形になってるんですね。わかりにくいですけどね。はい。いいですかね。って形になってるんで、だから、証明したいのは、この青い部分です。これを証明したい。だから、まあ、UU プライムを H の子であると仮定してるんだけども、さらにこれも仮定するわけです。VV プライムが、G の子であると仮定します。で、これを持ち行きたい。FUV と FU プライム、V プライムが H の子であるということを導きたいですね。そうすると何が言えるのかってことをまず見るんですけども、そうすると、まあ、V と V プライムがこの項をなしているかどうかに関わらず、FUV っていうのはこの上の定義から U になります。ですね。で、FU プライム、V プライムっていうのもこの上の定義から U プライムになります。F の定義からですね。いいですか？ってことなので、ここに書いてある FUV とか FU プライム、V プライム。っていうのはそれぞれ上に書いてある通り U と U プライムになります。ですね。U と U プライム。で、U と U プライムは、H の子であるというふうに仮定していましたから、これ H の子です。つまり、ここに書いてある、これは H の子になるという、ここに書いてある条件が満たされるということが分かったということになります。ということで、FU、FU プライムは H の G 乗の子であるということが分かるということになります。よろしいでしょうか。ややこしいですね。はい。でも、これ定義に従って証明してるだけなので、まあ、この F をこういうふうに作った後は定義に従って証明してるわけです。ので、冷静に見てもらえばわかると思います。はい。これが1番目の方の話でした。では、2番目の方をやっていきます。2番目の方は、G×H の G 乗から H に順動形などが存在するということですね。これもこうした写像を作ったりだということをします。で、直積の定義は設定かもしれないので、書いておくと、G×HG、H の G 乗っていうのの頂点は組なわけです。V プサイと書きます。で、V が、ちょっと、場所が悪かったかな。V が、G の頂点で、ファイが、H の G 乗の頂点と、そうなるわけです。で、H の G 乗の頂点の形は何かというと、ファイというのは、ファイというのは、G の頂点集合から、H の頂点集合への写像になっているということですね。ですか？だから、ここで今考えているこの F ですね。この G×H の G 乗の頂点集合から、H の頂点集合への写像っていうのは、この V とファイという組をもらうわけです。で、それを、H の頂点にするんですけども、それは、ここでこの 5V と定義します。ですか ?5 は G から H への頂点集合の写像なので、5V というのは、これは H の頂点です。ですか確かに、これによって、この G×H の G 乗の頂点集合から H の頂点集合への写像が定義されるわけです。ですかで、証明したいのは、これが、この F が、純造形写像であるということですね。つまり、この、
項を取ってきたら、それが項に移るというふうになってね。先ほどと同じような形ですね。で、これを証明するわけです。だから、まず G かける H の G 乗の項である V、ファイと V プライム、ファイプライムっていうのを取ってきます。と仮定します。で、その時に結論として、FV ファイと FV プライム、ファイプライムが H の項であることを証明するということになりますね。で、それがここに書いてあると。ね。で、まず今この仮定ですね。V5 と、V プライム、5プライムっていうのが個になっているってことを書いてます。で、そうするとですね、この、直積じゃなくて、グラフの積の、定義から、個というのは、この V と V プライムが G の個になっていて、5と5プライムが H の G 乗の個になっているってことが、これ定義からわかります。これは、これ積の定義ですね。で、そうすると何がわかるかっていうと、今ですね、ここで、何でもいいですよ。任意の U と U プライムっていうのを、G の、頂点集合、個集合から持ってくると、それを、FU じゃなくて、FiU と Fi プライム、U プライムという組みにすると、これが H の、個になるわけです。で、なんでかっていうと、これは、この仮定ですね。仮定だから、この性質。この性質から、類乗の定義を使うと出てくると。類乗、乗が書けない。ですね。これ、類乗における個の定義はこうだった。だから、ファイプライムが個であるっていうのは、いつだったかというと、任意の UU プライムに対して、まあ、その定義ではこう書いてますね。UU プライムが、G の個であるならば、φU、φ'U' は、H の個である。まあ、こう書いてたんですけども、まあ、これ、ここに書いてある日本語は、それと同じ意味ですね。意味ですね。これが、定義のところに書いてあった表現ですけども、ここの日本語はそれと同じ意味です。はい。そうすると、今、この UU' っていうのは、G の任意の個であるので、この U と U' ってところに VV' を入れると、VV' っていうのは G の子ですから、それができて、そうすると、この U と U' が V と V' になるわけです。ですね。そうすると、5V、5' V' っていうのが、H の子であるということがわかります。そうするとですね、この上の、この F の定義から、5V っていうのは FV5 と等しいし、5'V' っていうのは FV'5' に等しいということがわかるわけです。つまり、この2つの組は H の子である。という形になって証明が終わるということになります。はい、よろしいでしょうか。これもその、演算の定義に従って、やってますね。この F を定義した後は全部それになっているので、まあ、この F をどう定義すればいいかというとはちょっと工夫がいるかもしれませんけども、これ割と自然に定義をしていて、それでうまく、定義を使って証明をしているということになります。はい、いいでしょうか。はい。で、ここでじゃあ類乗の話は終わりになって、あと残ったところで、この情報的グラフの話をします。情報的グラフって何なのかというと、グラフ K を考えます。まあ、これは向こうグラフでも有効グラフでも構いません。で、これは情報的マルチプリカティブであるっていうのはどういうふうに定義するかというと、任意のグラフ GH に対して、G×H から K に順動形が存在するならば、G から K または H から K に順動形がある。という性質を満たすことです。で、これはちょっと例が書いてあって、G と H と K があります。で、今からこの K っていうのは情報的だってことを、まあ、例を言おうと思うんですけども、まずこれ G かける H ここになりますね。で、G かける H からこの K に向かって、まず、何でしょう。順動形作動あります。実際にこう書いてみると、まあ、こんな感じですね。まあ、これ K は、頂点数3の完全グラフですから、あそこに向かって順動形があるってことは、つまりこの G×H っていうのは3彩色可能であるってことになるわけです。で、まあ実際にこう3彩色与えています。で、この時には G か H から K に順動形作動が存在すると言っているのが、この情報的であるということの定義です。で、実際にこの場合は H からだね。H から K に順動形作動があります。まあ、G からも実はあるんですけども、この定義としては、これまたはでいいです。これ、かつではないです。これ、かつではないというのは注意ですね。はい。で、まあ、この情報的なグラフっていうのは、まあ、いい
いい性質を持っているグラフであると今思うわけですね。はい。で、これ一応、未解決問題なので、今言ってるってことあるんですけども、グラフがあって、そのグラフが情報的であるというのは必要十分条件、よくわかんないです。よくわかんない。よくわかんないんですけども、この下のも未解決で、何かっていうと、完全グラフが情報的であるための必要十分条件、よくわかんないです。だから完全グラフっていうのは、この N だけで決まるんですけども、N が何の時に、情報的であるのかってことはよくわかってない。ということですね。で、知られていることってことなんです。K1 と K2、頂点数1、頂点数2の完全グラフが情報的だったのが割と簡単にわかります。で、K3 が情報的、先ほどの例のこれですね。これ、これですね。これ実は情報的なんですけども、それはですね、ちょっとまあ難しいけども、まあ、頑張れば証明できるような感じの、内容です。で、それをここでご紹介するわけではなくて、まず、この未解決問題をご紹介したかったということは一つあります。で、じゃあ、この完全グラフについては、実は何が知られているのかっていうと、これはですね、完全グラフへの順動形っていうのは、普通の彩色ですね、に対応するって話はしていたので、実は、より簡単な、未解決問題の方は、染色数の言葉でも述べられます。染色数と関係があるということになります。で、どういうことかっていうと、例えば、じゃあ、こうしましょう。KN っていうのは情報的であると仮定しましょう。で、そうすると、何がわかるのか。じゃあ、例えば、G×H っていうグラフの、向こうグラフですね。向こうグラフの染色数が N だとしましょう。N だってことは、G×H から KN、頂点数 N の完全グラフには順動形があるんだけども、頂点数 N-1 の完全グラフには順動下差がないということになります。そうすると、今、この上で情報的だってあるということを KN に対して仮定しているので、この G×H から KN に向かって、順動下差があるということから、G から KN、または H から KN に順動下差が存在するということがわかります。情報性から。ですか？そうすると何がわかるかっていうと、G から KN、または H から KN に順度であるから、G の染色数は N 以下であるか、または H の染色数が N 以下であるということがわかります。ですか？ですか？またはですね。だから、ここまでで何がわかっているかというと、N っていうのは今ですね、G かける H の染色数だというふうに言ってるんで、解 G と解 H の小さい方は必ず、解の G かける H 以下になると。ここでわかります。いいですかね。またはですから、一方は大きくなるかもしれないですね。一方は N より大きいかもしれないんですけども、小さい方は必ず、N 以下になるということです。じゃあ一方で、真に N-1 以下になることがあるのかっていうと、それは実はないんですね。例えば、解 G が N-1 以下だとすると、何が起こるかというと、G から、KN-1 に向かって、写像ができてしまうと、順応下差が存在してしまいます。で、一方で、G から A、G かける H から G にも順応下差が存在します。これは遮影によって得られるっていうふうに、やりました。で、そうすると、G×H から、しまった。G×H から N-1 に向かって順度下差できてしまうので、G×H が N-1 で入れちゃうことになります。そうすると、これは G×H の染色数が N だったことに矛盾します。まあ、これですね。これに矛盾します。これに矛盾します。ってことなんで、これ起こり得ない。つまり、解 G は、必ず N になります。し、あ、だから、これを仮定数です。これを仮定すると矛盾するから、これは起きないってことになります。だから、同じことはこれ G じゃなくて H に対しても言えますので、解 G と解 H はどちらかは必ず N に等しいということになります。だから、この不等式って必ず等式で、等号で成立ということになります。まとめると、これですね。KN が情報的だと何が言えるかっていうと、これです。解 G かける H と解 G、解 H の最小値、小さな方っていうのは必ず等しくなるということになります。で、これはなんか見た目、なんか綺麗な、格好をしてるんですけども、
実は、だからこれがですね、正しいかどうかも、実はこれ分かってないんですね。で、これが正しいかどうかっていうのは、長いことですね、予想として言われてました。エルトニーニョの予想という形で、66年に提案された予想なんですけども、任意の自然数、1以上の自然数 n に対して、k が乗法的か、まあ、つまり、先ほどの、この等式必ず成り立ちますか？ってことを問われてました。で、実は最近ですね、まあ、2019年も最近と言ってしまいましたけども、2019年これは正しくないということがようやくわかりました。もう長いことかかりましたね、解決するまでに。はい。で、ちょっとご紹介したのは何かっていうと、この初めの判例はですね、すごく大きくって、n が10の45乗ぐらいの判例。だから k の、頂点数10の45乗ぐらいの、完全グラフは情報的じゃない。ってことを示した。で、もちろん、こんなその10の45乗ぐらいの頂点数のグラフっていうのを、まあ、手で書けないわけです。手で書けないし、コンピューターでも書けないんですね。だからこれは、こういうグラフが存在するってことを、そのグラフの性質を積み重ねていくことで作り上げるわけです。で、それを作るときに、使っている道具というのは実は、グラフの畿内集とグラフの歴乗、まあ、グラフの歴乗って言った、H の G 乗って言っていた先ほどの、演算ですね。それをうまく利用しています。畿内集っていうのは多分、2回目の授業か3回目の授業で、扱ったと思うんですけども、それを使うことで、準度器がないとかですね、そういうことを示すのに使っているということになります。で、このシュトフの判例は、すごく、まあ、衝撃を持って受けられて、もう一つ衝撃だったのは何かっていうと、この人の論文は非常に短かった。すごく短いんです。で、まあ、いろんな人が驚いて、まあ、その論文を読んで、まあ、10の45乗だと何事だということを思って、まあ、これ改善していくわけですね。改善っていうのは何かっていうと、もっと小さな n でも判例ができるんじゃないということで、まあ、いろいろと進んでいて、今では n が5の場合の判例っていうのがあります。n が5の場合の判例もあります。はい。で、残された問題っていうのは、だから、n が3の場合は情報的であって、n が5の場合情報的でないっていうふうに言ってるんで、n が4の時、まあ、よくわかんないんですね。どうなんでしょうか。だからこれも、今のところ未解決であるはずです。はい。なので、もし興味がある人、まあ、難しいかもしれませんけども、ぜひ、チャレンジしてもらうといいかもしれません。あるいはですね、kn が情報的ではないってことを示すときには、この g と h も作ったわけですね。こっち側の。g と h も作ってます。で、実は g と h はもうこっちも割と大きいです。こっちも割と大きいです。だからその g と h も小さくするとかですね、そういうような、小さな判例をですね、見つけていくっていう、まあ、努力っていうことも、まあ、必要かなっていう気がしますね。まあ、小さな判例があると、紹介しやすいですし、もっとなんか物事の本質が分かっていくような気がするということもありますね。はい。ということで、今この情報的グラフと染色数の話をしました。で、これで、補足の部分終わりになります。では、ありがとうございました。